新浦島太郎攻略していこう。よし、運極ボーナスありがとうございます。というわけでもバンバンでやっていこう。このクエスト簡単に言っていくと、超マインスイーパーがめちゃくちゃ接待されているタイプのクエストなんですけれども、で、クエスト内容としてはまず、クロスドクロザコ、まあ、今回デプスだったけど、クロスドクロザコを倒すことによって、ビットンの赤か青がきます。で、青のビットンが弱点効果アップ、反応遅め、イメージは、近畿の24ってぐらいに遅い。いやー、今のでダメか。はい、で反応遅いんでそこは注意してやっていこう。でそれと赤ビットンも来るんだけど、赤ビットンは、防御ダウン、ボスのボス、雑魚、雑魚は分かんないけど、まあ、中ボスとかで、赤の方は反応早いから、赤はこうだから、赤青で踏んでいくと私はいい感じでした、体感だけどね。でとにかくこのバリアは最初に潰しとこう、死ぬほど邪魔だから。でデプス、デプスもね、まあハマるか。デプスはあの超マインスイーパーというか、まあ、地雷を持ってないとダメージが入りづらいんで、本当にね、あの通常マインスイーパーだと結構きついと思う。だからキャラ持ってない人はもうイシス4かイシスと妖精みたいな感じじゃないとやっていけないと思うんで、だいぶ狭きもんだよね。で妖精はこんな感じで貫通なんで削りがしやすいです。1体編成するのはおすすめ。それ以降は知らん。 OK。 それとこれはさっき私がボス2で起きたんですけど、弱点効果アッププラス、防御ダウン中に友情コンボ、マホロバの入るとめちゃくちゃダメージ稼げました。いいかもしんない。とりあえず最初はね、まず、このデプス、この蓬莱のところなんだけど、デプスがうざいのよ。地雷も潰しちゃうし、こいつらのせいで。なんで、ナルハエで潰していくんだけど、その道中ちょっとでもボスにダメージ稼げればラッキーかなぐらいで、弾いていこう。OK、OK、いいよ、いいよ、いいよ。2デプス。これでちょっとは妖精殴っていいんじゃないか？これだとな、反応、力いけるか。OK。 そう、本当にあのね、青赤で触れていかないとがっつりダメージは稼ぎづらい。地雷超マイン4つ持ってっか、いけっかな、いけるでしょう。うん、いいよいいよ、いいダメージ稼いで。そう、このなんだっけ名前、俺持ってないからさ。チャージショットマジで優秀。あ、逆いった。ただチャージショットで削れないな、弱点当たってことか。あ、そらしょうがない。うん、 OK。 とりあえずでね、防御ダウンすればちょっと削れるから。だから2個踏みは理想だけど、さっき言った、とりあえず防御ダウンだけでもでかい。いや、ビットン邪魔だな、ここ行きたいけど。あと3ターンでしょ。3ターン余裕があるかっつったら別に余裕ないんだよね。いや、とりあえず防御ダウンで、うん、まあまあまあ、よしとしよう。あとは流れで削りきれるでしょう。OK、蓬莱除去完了。まったく蓬莱を連れてくるなんて、本当に浦島さんなかなか出世したよね。はい、ボス1。これもさっきと同じく、とりあえずバリア壊すんだけど、バリア壊す前に地雷もったいないんで、ちょっとでもデプスを叩いておくと後が楽。まあ順番おかしくなっちゃったけどね、まあありでしょ。で、ああ、マホロバ叩きたくなったな。
うん、OK。デップスも処理して、超マインが2人残った状態で、雑魚処理完了。理想系。うん。一発がでかいね。いいよ。で、地雷はね、1万3000ぐらいなんだけど、まあ、マホルはうち今2体連れてるから、電線切りも怖いんで、地雷はしっかり回収してあげましょう。ルート潰れちゃうからね。いやー、嘘、今当たんなかった。今のは良かったと思うんだけどな。いやー、サイドエフェクトが欲しい、サイドエフェクト。ガイド、これガイド。いや、下手くそ。あ、でも行ったかも。いや、行かんかった。あ、ね、チャージショット。チャージショット優秀なのよ。チャージショット、あー弱点当たんない、弱点当たんないとね、こればっかりは。回復しときます。もう完全に回復用の SS だね、こりゃ。いや、全く入んねえな、ダメージ。残り2ターンか。ん？やばい。ちょっとやばくないか、これは。OK。あ、防御ダウンの方がいいかもな。防御ダウンでコツコツ削ってった方が全然いいかもしんない。すごいそれ思った。でこれね、1点目はねほぼ削れないのよ、あの防御ダウンがないから。だから、いやー、壊したかった。まあしょうがない。でもステージと一緒だから反応が遅いんだよね、多分真ん中から来るから。いやー、貫通やりづらいな、ここ。さっきはね、ここで死んだ。場所があんまりよろしくないな。よし、1体、とりあえず1体。さあ、あとはボス削る、残り1巡か。マホロバちゃんの場所がいいんで友情生かします。そのためにレプリカ。おお、いいね。いや、火ダメで死ぬのやだ。ここに置いといてあげたいんだけど、
オッケー。まあマホロバ優秀だねやっぱ。マホロバが優秀すぎる。今 SS 使う人なかったか。焦ったな。焦って使うはダメだった。でラスギは初見なんで、まあうわめっちゃ食らってる。なんで。しかも場所がいい。初手の蓬莱をクロスドクラ使いとかマジ強気なんだけど。上は透過してるからちょっと2分の1だけどな。このやり方オッケー。運がいい。いいよ。超前が2人残ってる。で浦島さんが真ん中にちゃんと座ってるね。これだと早いんだよね多分。ちょっとずつでも削っていった方がいいか。そうだな。横かかんでいこう。あー全然削れる。全然マインスイープしっかり地雷持ってれば削れるわ。でこっち側だと逆に難しいんだよね。そうなってくると。ただビットンは場外にいるっぽいから薄くいっても大丈夫でしょ。あ、ジョーがいね。きっちりジョーないか。下に配置してあると吉だね。下配置が吉と出る。うん、あわよくばだったんだけどな。で弱点は上しか出てこないからマホロバちゃんの SS さっきみたいに便利楽しては使えなさそうなんで。こっから油断して負けるとかあるからな。いや入んない。やばいぞ。ダメージ全然入んなかった。マホロバ上配置しといて友情で削るもよかったかもしんない。やばい、これはやばい。行ったでしょう。これはもう行ったでしょう。あれだな、弱点効果アップそんなに重視しなくていいかも。めちゃめちゃ素直に弱点防御ダウンだけの方が早いかもしんないっす。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。勝ったつもりでいくけど友情2本だけでいけると思うんだよね。よし終わり。なんやかんやだね、まあ、キャラに助けられたってのもある。カシモン本当にありがとうございます。あで最後になったけど、身の強化は動撃3周のみ。あとは平面照明と 10% 削り。はあ、終わった終わった。はい、それじゃ、バイバイ。